ノーマルな格好でって言われたんで、ちょっと小綺麗にしてみました。なんか船には20本ぐらい乗ってるらしい。一応2本ぐらいは持っていこうかなと思って。3本。遅いって。 OK。 ボートナンバー10でした。しました。はい、はい、じゃあ、うん、今日の、はい、目標を教えてください。今日はとりあえずというかとにかく点数を稼ぎたいので、本流に行ってドラーダをたくさん釣りたいと思ってます。はい、ありがとうございます。ちょっとマイクだけください。はい、ジャパン。メッセージ。これをこうしていきます。始まりますね。楽しみ。作戦はアッパッパオンリー。アッパッパオンリー。アッパッパ、アッパッパいた。上流部隊は怪しい。怪しいな。これ下流、あれ旗さんっすか。旗組でございます。あれ旗組ですよね。下流行ったなってなっとる。みんな最後だからみんながどこ行くか大体わかりますね。あれは上流。上流組。上流のあのアッパッパー組。予想に反して今のところ、はい、見てが下流見ております。みんなピーコックアロワナ狙い。まあアロワナも点数稼げますもんね。言っても。魚種ではここになったわけ。はい、やっぱここでした。なんか超一級なんです。ちょっと誰もおらんのが見た。誰もいないですね。お、なんかいい感じにスイスイ動きますね、これ。スイスイ動いてる。昨日みたいに景気良くないですね。夕まつめもあったんかな。かもしれないですね。ええかもしれんけどな。朝一出そうですけど。
だんだん釣れるんだろう。リズムがほとんどあれ恐るべし。よくないよ。流進脇やね、今だけこの時間帯は、ね、昼になったら流れの中入る。うん、バレんなよ。跳ねるからね。あーそれ立てたらあかんない。オーマイガー、スクールだからまだ、スクールだからまだ。リズム分かった。ついた？うん、今ついてるけど乗らんから。おおおお、わわわ、乗れ乗れよ。なんでよ、ちゃんと食わんかい。気分変えよう。気分変えます。昨日カマスが釣れたやつ。こっからやよ。三箇所目。3カ所目です。さっきの場所は結構見切りが早かった。わあ、こんにちは。こんにちは、大歓迎です。むず。まあ難しい時間帯でもあるやろね、これは。そうですね、ちょっと日差しが強いし、巻いてみますか。ジャークしますか。ジャークジャーク。バレんなよ、バレんなよ、絶対バレんなよ。うぅえうわぁおぉおぉあ
投げる投げる。オーケー。オーケー。おー。あーやっと釣れた。スケール。スケール外して。スケール。あー。棒が。違法かわいしやっと釣れた。これはあるでしょう。ああ、オブリガード。フンド。ほい、誰ぽい。うん。でけえ。安心した。はい。オッケー。まだ行けます。よう我慢できたな。それだけはもうモットーに。ノラカピー。わ、何なお。そいつはすごくバラバラされるから。おお。オッケー。ウォー。ビッグ。ウォー。バレないでくれ。お願い。マジかよ。もう次こそ。オッケー。抜いていいですか。オッケー。あー、オープンね。ギリギリ。オッケー。おお、でっか。おお、あぶなっかしい。さっきからさっきからずっと危なっかしい。髪みたいな。ビッグ。だから45以上のピーコックはまあまあむずいと思いますけどね。そんな5本も6本も釣れるもんなのかな。自分が釣ってないからちょっと分かんないですね、うん、そんなに簡単に釣れるのかなっていう。うわ、1時間切った。あと50分。
群れが入れば50分で3本いけますね。3頭で3匹はいけちゃうからな群れがおったら。そうですよね、うん、ドラダ。わあ。いるよ。一瞬乗ったけどな。早よ投げな。時間がね。もやもやの下まで流してもいいかも。あ、めちゃくちゃ遠くまでですか。もやもやの向こうにもやもやがあるから、あれに使えます。なんか研修せなあかんの。そうですね。終了です。いやー、いくらアマゾンとはいえ思い通りにはいかないですね。魚が多いとかそういう問題じゃない。まあでもやりきりましたね、うん、うん。まあ初日なんで焦ることはないですよね。はい、大丈夫ですか。ちょっと難しい感じ。迷宮すぎるな。だから他の人がどれぐらい、で女子がまだ一旦渡すね、どれぐらいか。女子の成績がめっちゃ気になる。いやー、最下位とかやったらやだな。おー、つくだれ。キーパーキーパー、よっしゃ、完璧。この調子ですね。